てかみんなありがとうね。なんかたくさんギフトを、ちょっと待ってね。ちょっと遡らせていただきますね。こんばんは、で、こんばんは。あら、主権さんもありがとうね。来てくれて。お疲れ様ですって。つんって。りー。お疲れくーん。やっちもかわいいって。ありがとうね。あ、待つから大丈夫。あ、ありがとう。あ、こうたも結婚して。めっちゃだー、ごめんなさい。いや、今日ちょうど、めっちゃラップみたいな感じになっちゃった。噛みすぎて。今日、ぽーってなっちゃったじゃん。今日ちょうどスキッチューののね。パジャマ着てますね。今日一日中これ着てるから。あかりもシューティングスターもありがとねー。にゃほん。あー、ハートもたくさんありがとねー。いっぱい。ともちも結婚してて。無理っちゅうのー。次待って。今日誕生日ですって。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア。FF48。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。素敵な一年になりますように。アタックも待ってたよって。ありがとう。こちらこそ待ってたよ。みんなのこと待ってたお初見ですって夜ありがとね来てくれててかみんなこんばんはね本当にチネも可愛いってありがたんテルくんもありがとねえこれなんだろう何のお花かわかんないけどお花何のお花ですかこれあくらもお花もありがとねねあっちゃんさありがとねあっちゃんありがとう、タワーを。なんか、赤ずきんじゃないこれ。ね、もうこうね、赤ずきん来たんだよね。あのミニフォトカードの時。もう初めて赤ずきん来たんだけど、かわいいよね。赤ずきん。狼の耳下の髪で。地毛で。ポリーノリーもありがとね、お花ちゃん。お花ちゃん。初見ですって、靴下。もうこう、靴下、もう今履いてないんだけれど。ありがとう、来てくれて。青壁も結婚して、無理ちゃうごめんなさい。あ、ヌープゲーマーもありがとうね、お花を。あ、なんか、何このお花。あ、サバアルトゥリアかな。お花ありがとねん。ちょっと読み方かな合ってる？え、でもかわいいもん。あ、もちにも、待ってたよもん。うん。ありがとう。めぐちゃんも。なんだっけ。好きです。付き合ってください。お。サーダも結婚してて。無理中のです。ごめんなさいね。ごめんなさいね。パヤダニョーンって。もこ楽しですって。ニョーン。え、可愛すぎるって言われた。やったで、メイクして、マジで15分、10分、いや、5分後ぐらい、5分後とかだから、メイクしたてだから可愛いよね。自分で言うなって話ですけれど、今日は一日中カンドラを見てました。もうカンドラしか見てない。あの子の子結婚してて、無理っちゅうのー。あ、何、たくさんありがとうね、ハートも、いっぱい。あ、ね、インスタの DM、ね、それな、ね、みんなインスタの DM さ、送れなくなったらしくって、解放してくださいってよく言われるんだけどさ、どういうこと？ね、もうこれさ、よくわかってなくて、でもなんか結構みんな、ストーリーで、ももこに送りたいことを送って、メンションしてくれてて、それは見れるから見てるんだけど、それさ、どういうこと？どうしたらさ、見れるようになるの？みんな送れるようになるの？あ、もうこのショールーム前回行けなかったから今日ずっと楽しみにして、結構あれだったよね。期間空いちゃったね。ごめんなっちゃいね。あ、スパラ結婚して、ミリッチューノーごめんなさいね。すいません。あ、それもミリッチューノーです。ごめんなさい。お断りしております。ね、送れないよね。ちょっと、豆乳ココア飲んでいい？うん。そうなんだよね。あ、カンドラ何見てた？今ね、ネットフリックスで、配信されてる、この恋は不可抗力っていうやつを見てた。もう見終わったんだけど、おもろかった。おもろかったから、ネットフリックス入ってる人おすすめです。招待が必要らしい。え、招待とかいるの？
解放の桃子がみんなを招待したらできるってこと？解放の仕方は桃なんとひなちゃん、あ、マジ？わかる、知ってるって。じゃあちょっと聞くわ。みんなからのメッセージ読めなくなるのやだもん。あ、誰からでも DM を送る設定にしないとダメってこと？何なんだろうね、それ。豆乳何？あ、これ豆乳ココアだよ。これが一番美味しいからおすすめ。もうこれがないと生きていけないっていうぐらいこれ中毒だから。ビジネスチャットに変える？ちょっと聞いてみるね。ちょっとわかんないから。あ、いや、結婚してて。無理ちゃうのあ、ももなんの誕生日メッセージ。あ、それね。あのね、でもね、ももな、もう0時00分、23時59分と0時00分にもうこうアラームかけといたの、もう。事前に。事前にアラームかけといて、かけといたから、もう、ももなへのメッセージ、もう、LINE をポンって押したら、もういけるようにしといて。しっかり。下書きをしといて、もうすぐ送った。そう、え、スペメとっても楽しかったって伝えたから、それな、ありがとうね、みんな。てかもういつからやってないっけ。ちょっと最後の記憶いつだっけな。うん、てかみんなありがとうね、あのギフトをね、たくさんありがとうね。スクショタイムくださいって。スクショタイム、何のポーズしてほしいとかある？なんか言ってほしい、してほしいポーズやる。明日豆乳ココア買って、ガチうまいから。でもなんかココアの味を想像してると、ちょっとココアじゃねえじゃんって思うかもしれないけど、今日チーク濃いね、もうこう。でもチーク濃い女の子って可愛くない？って思ってるんだけれど、どうかなあ、ブラックチェイさんも結婚して、無理ちゃうの、ごめんなさいね。あ、羽初見ですって。バサバサ翼、妖精の翼、羽って聞いたから。あ、結婚してって。来週大阪でモコに会えるの楽しみすぎて、もう寝れない、寝てくださいしっかり睡眠をとってください。ありがとうね。あ、無理ですけど結婚は。あ、ポチポチじゃん、めっちゃ可愛いって。ポチポチ、まだ起きてるまだ起きてる。え、待って、何え？今日小学生が好きっちゅうのと可愛くてごめん歌っててびっくら子いた。なんかね、結構ね、なんかちっちゃい子、その小さい子もたくさん知ってくれてるみたいで、うん、この前夕時でおご一緒させていただいた和田理恵さんの娘さんも好きっちゅうのすごい好きで見てるよって言ってくださって嬉しかったんだよね。仕返しのちゅ？仕返しのちゅ？もうこうキス顔ちょっとブサイクなんだよねよくさ、なんかそのスキッチューのとかさ、チューとかじゃん。もうなんかチューってやるとなんかブサイクだからさ、可愛いチューの仕方誰か教えてもらってもいいかなうん、変顔くださいって。そうさ、可愛い変顔とかでもいいとかでもいいかな。で、今の結構変顔だった。ぶりっこしてほしいって。はい、素敵です。中華そばに人生を捧げることにしましたすごく素敵。素敵だね、めっちゃ素敵。ティグもかわいい、ありがとね、かわいいよ。あ、みんなありがとう、勝利もシューティングスターも。カラオケ入ったの歌ってきた。あ、ほんとにみんな歌ってくれたもん。ダムさんにもね、入ったそうなので。もう絶対歌えるからね、カラオケ行ったら。そうそうそう。今バイト終わる。お疲れー。てかみんなこんばんはね。やっほ、ありがとう。あ、福岡のライブ楽しく。あ、来てくれてありがとうね。こちらこそ、すごいね、盛り上がってくださって、あの、高根のなでしこのおばあちゃん、ダダランダ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 ンっていうのが流れてる時に、うわーってみんなやってくれてて、すごい嬉しかった。
そんな盛り上がってくれるんだと思って、ありがてえと思ってすごい嬉しかったんだよね。あ、みのり、ももちゃん携帯新しくしたらこの前の入らなくなっちゃう。あ、そうなの？機種変したんだ。え、新しいのにしたの？何色何色？ピンク？うん。あ、おぱんちゅうさぎのぬいぐるみと？え、どの子がいい？とかある？どの子がいいかな？じゃあ、もこが一番お気に入りのおぱんちでいい？このもうかな？こういう顔好きなんだよね、おぱんちゅうの。ちょっとなんか、間抜け面みたいな。ありがとうって。いいよー。エイスケ、ここの声ついて。やったね。ねえ、モコちゃんと、ダクイサイ？ドクイサイだ。初めて会えたね。来てくれてありがとうね。ありがとうございました。大学でのパフォーマンス、初めてだったから、ラッサイの時もそういうのなくて、マジで初めての経験だったから、なんか盛り上がってくださるかなとか結構心配してたんだけど、すごい皆さんお優しくて。しかも学生の方がもうすごいお優しくって、なんか大学入った瞬間からなんかうちらはもう大物のなんか芸能人なんかなっていうぐらいの出迎え方をされたのね。うわーみたいな、ありがとうございますみたいな。でなんか SP ですかぐらい、なんかもうすごいうちらのこと大物芸能人みたいに扱ってくださって、学生の方たちがすごいね、嬉しかったですね。うん、陽気なおこじょ、こんばんはって。おこじょね、ツイッターに載せたんだけど、初恋の人と好きっちゃう。ね、それ見たよ。てか、めぐちゃんさ、かわいすぎる。さすがに。あやシューティングスター、恋の足音。ありがとうね。目をつむって、まず目をつむって、心を沈めます。勢いに向かって、いやと叫びます。口を尖らせると、完全な中ですっていうことをいただいたので、実践していきたいと思います。まず、目をつむって、心を沈めます。で、勢いに任せて、せいやと叫びます。せいや、口を尖らせると完全な銃です。せいや、できてんのかよ、本当に。合ってんのかよ、このアドバイス。あ、うずらっけ、かわいいってありがとう。あやがみも結婚して、無理ですごめんなさい。あ、たった今帰宅しました。お疲れ、みんな。お疲れ様ね。今日金曜日だよね、今日。明日お休みですか？最近桃子好きです、気になってます。いいじゃないですかいいことじゃないですか。なほこんばんこんばんは、なほやっぽね。日曜日もね、ライブ来てくださる方いらっしゃるからそう、パンチこういう顔もできんだよ。可愛いでしょ。可愛いよねうん、ちょっと前だっけな、夏の甲子園高校野球の応援でも可愛くてごめん使って。すごいじゃん。すごいよね、本当に。ありがたいことですわよね。そんななんかこう素敵な曲をさ、すごい、もう、桃子たち、高菜同じ子がカバーさせていただく前から可愛くてごめんっていう曲ってもう、すでにバズりにまずってたじゃないですか。そんな曲をなんか桃子たちがカバーさせていただける、これでやればいいことは、ありがたいことですかね。あ、結婚してて無理です。今日の9時の YouTube ね、公開楽しみだよね。みんな何を予想してるの？今パジャマを着ていますかって。はい、今パジャマを着ています。うん、結婚してて無理です、ゆっちゃん、ごめんなさい、お断りです。何をやっているのって言われたんだけど。悲しいじゃん。その中、最高でした！ありがとうね、アドバイスくれて。これから試していこうと思う。そう。試していこうと思うよ。あ、なつちゃんじゃん。こんばんはって、なつちゃん。やっほん。かなた。この子あいつは、いえ！お友達を高猫の沼に沈めましたって、あら、素晴らしいことをしてくれてるね。ありがとう。お友達ありがとな。モイカもありがとな。よくやった、モイカ。褒めて使わそう。扱わさ結婚してて。無理です！無理中のごめんなさいね。
実は私今日誕生日です、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユッちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。本日お誕生日2人目だ。10月今日は何日ですか？13ですね。13日おめでとう。1013ハッピーバースデー。そうなの、可愛すぎるって。やった。何のカラコン使ってるの？これはバンビシリーズのナチュラルヌード。違うわ、ナチュラルヌードだっけこれ。いや、ナチュラルヌードだ。ナチュラルヌードっていう色だよ。バンビシリーズのナチュラルヌードね。そうそうそう。そうだ、結婚してる。ブリッジのー、すいませんね、ごめんなさい。え？豆乳ココア、箱買いしてみました。ちょっと待って、早くない？どうしよう。でも、あっちゃんの好みの味じゃなかったらどうする？じゃあ、それもらっていい？好みの味じゃなかった場合。もうこれくれたりとかする。うん。モコもね、箱買いしようか迷ってんだよね。いい声って言われた、やった。でもこう声、でもいい声って言われると嬉しいよね。なんかモコそこまで自分の声さ、あんま好きじゃないから、好きくないからさ、嬉しいわ。そんなこと、でも聞き取りやすいと言われる、すごいよく通る声だねってそう言われる。あ、モナリだ、こんばんはって、やっほー。うわ、遅れた、15分見逃したって。全然いいよ。来てくれてありがとう。もう来てくれることが嬉しいんだから。本当に。こんなももこの配信をこう楽しみにしてくれていて、こう待ってくれている人がいるって、なんて素晴らしいこと。ありがとうね。うん。ねえ、本気で可愛いって、やったな。嬉しいじゃん。うん。あ、めぐちゃん結婚して、無理です！ TikTok はすごい可愛いけれど、無理です。ごめんなさいね。待って、13日の金曜日じゃん今日。あれじゃん、なんだっけ。13日の金曜日のあれ、厚切りジェイソン。厚切りジェイソンさんは違くない？あれ、厚切りジェイソンさんってあれだよね、芸人さんだよね。待って、13日の金曜日厚切りジェイソンさん来たらめっちゃおもろいんだけど。超おもろいやん。なんだっけ？はじめまして、直樹。あ、姫凛地じゃん。姫凛地になったんだよね。姫凛のファンネーム。姫凛組からね。めっちゃいいよね、姫凛地。姫凛がだって、家主ってこと？だからさ、姫凛のこと家主って呼ぶの。みんなは何？住人？じゃあ。姫凛のファンの方は住人って呼べばいいじゃん。22日のフェス行きます。待ってるね。待機、ありがとう。待ってる、全員楽しみや。もうこのいっぱいライブありますからね。あ、もちりありがとね。ある日森の中、くまさんに出会った、はさく森の道、もちりに出会った。このさ、くまちゃんとさ、このパジャマ、今着てるパジャマの色似てない？もこって面白い女だよね、それね。面白い女なのよ、もこは。待って、ナチュラルブラウン、あ、でもね、もうこね、ナチュラルヌードとナチュラルブラウンを、なんか、どっちも使ってるの。なんかさ、結構ね、ナチュラルヌードとナチュラルブラウン似てて、多分ナチュラルブラウンの方がちょっと明るいんだけど、で、めっちゃ似てるから、なんか、ナチュラルヌードがない時はナチュラルブラウン使ってて、ナチュラルブラウンが在庫ない時はナチュラルヌード使ってるのね。そう。だから、ほんと、ほぼ一緒。おそろっち。昨日はナチュラルブラウンつけてた。今日がナチュラルヌードだけど。レオ結婚してて、メリッチューノーそうそうそう。うん。アウプティも、ごめんなさい、メリッチューノーすごい、みんなの断ってんね。おもろいね。ジェイソンね、ジェイソン。ジェイソンがこうやって、13日の金曜日だからピンポン押してくるかもしんないよ。厚切りじゃないジェイソンの日か。時間、薄切りの方か。おもろ。あ、マークシューティングスター、ありがとね。あ、ヒメリとシェアハウスってこと？待って。ヒメリとシェアハウスじゃなくてさ、ヒメリとシェアハウスって書いてるよ、あんた。
おもろ。シェアハウスね、いいね。もうこもじゃあ、姫リンチにお邪魔しようかな。タイガー、僕のプリンセス見っけって。ガオー。あ、ミキオも結婚して、プリンチューノ、すいません。ごめんなさい。あ、コマーシャルフォト買って、ありがとうね。嬉しい、ありがとうございますね。あ、ね、みんなこんばんはね。こんばんはって。こんばんは。アブエフォントもありがとうね。タコタコ。愛よりも可愛いもん。ありがとう。うん。そうそうそう。こんばんかって。こんばんか。目ん玉おそろっちだねって。そんな目ん玉。目ん玉おそろっちだね。そう。どっちもあったらどっちかの。え？どっちもあったらナチュラルヌードとナチュラルブラウン。え、どっちだろうな。どっちもあったらね。マジ気分によるんだよね。でもナチュラルヌードかな。わかんない。どっちの方が可愛いって言ってもわかんないから。いつどれをつけてるかわかんないんだから。ジェリー、結婚してて。無理です！無理中の。ありがとう、ジュリー。あ、違う、ジェリー。あ、たかとも。無理中の！ごめんなさいね。あいず太郎。無理中の！すいません。ごめんなさいね。本当に。あ、桜木も。ありがとうね、お花も。かわいいで、ありがとう、ジェリー。ももこ好きって。こちらこそ。歌なって、こんばんは。なんかみんなこんばんは、ほんと。ね、昨日ももこの配信見たいってツイートした。ね、それなんでも、あ、なんかみんなそろそろももこの配信求めてるかなと思って。やってなかったじゃん、まあ。だからちょっとそろそろ求めてるかなって。求めてた。正直求めてたでしょ。ももこのこと。だって最後にやったの10月の、3日とかだったかな、ちょっとわかんないけど。今の髪色何色なの、え、何色だろう。でももうこれ、ね、すぐ落ちちゃって、あの美容院で染めてもね、ほんとね3日後ぐらいにはね、もうね、あの明るくなっちゃったんだけど、なんかブラウンだね。何色ですかこれ。うん、赤い灯もある日、森の中、クマさんに出会った、浅く森の道、街道に出会った。ありがとう、クマちゃん。水色クマちゃん。あ、イヤリもシューティングスターもありがとうね。あ、ねえ、ソラ？ソラ！ねえ、ソラもさ、タワーをありがとう、カズキンちゃんタワーを。ありがとうね、ほんとに。あ、今の髪型最高に可愛いって、嬉しいじゃん。イエーイ。テンション上がってんの。ありがとうね。インスタのストーリーでお礼するからね。ありがとう、本当に。あ、その時も待ってたよ、いた。待ってたよ、ありがとう。え、友達がももこの無理っちゅうのが可愛いってめっちゃ言って、嬉しい。無理っちゅうのすごいね。あの、そうやって言っていただけて、なんか急にかしこまってんのもの。そうやって言っただけで、え、言っていただけて。初見だから結婚できませんかって。あの、初見でも結婚はちょっとごめんなさい。できないです。出直してきてください。出直してきて、え、なんかミラーボール、すごい。何？もうこのなんかキラキラしてる姿を見たいってこと？終わっちゃった。キラキラしてる姿見せようと思ったら終わっちゃったじゃん。あ、みのりも待ってたよって。待ってたよ、こちらこそ。ありがとうね、あっちゃん、ミラボール。みな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 。結婚してて。無理です！ごめんなさいね。あいつらも、無理です！え、ラグすごいって言われた。え、ラグすごい？でもね、もうこれね、あの、本当に、こう、コメントをゆっくり見てると、あの、すぐ置いてかれちゃうんだよね。あっちゃん結婚して、無理です！CWD、待ってたよって。待ってたよ、こちらこそ。みんなのこと。あ、でも追いついたかな。ねえ、ジョイサウンドでもダムでも高根子の曲を歌えるのはいいよね。それな。ショールームさんのカラオケにも早く高根子の曲入ってほしいよね。そしたら歌えるけど。
こんばんはって仕事で遅れて、なるお疲れお仕事。アルフィーもうまーわ、ありがとうね。ねえ、今日金曜日、え、今日金曜日だよ。モコのこと好きで好きでたまらないんだって、嬉しい、そんなにモコのこと好きでいてくれて。あ、僕君とかまだ入ってないって、入ってないんじゃない、どうなんだろう、ちょっと見てみるか。え、あー、アンチファン音強、夢結びは入ってるわ。え、てか入ってたんだ、もうこれ今まで歌ってなかったんだけど、教えてくれる？そう、入ってるよって。もうこれ一回も歌ったことなくない？知らなかったんだけど。え、これ最近入った？もしかしてだけど。え、これ最近入った？ずっと前からあった？トリカス、こんばんは、こんばんは。トリカス。キャメもシューティングスター、こう、犬は足音も。アジガトくんだ、つかさも結婚してて、ムリラくんだ。あっちゃんもお化けよ、ありがとう。なんだっけ、どんぶらこう、どんぶらこうじゃなくて、よもやよもやでもなくて、なんだっけな。お化けが出てくる時の効果音って何、よもやよもやじゃなくて、なんだっけ、あ、恨めしやーだ。あ、もちこもありがとうね。教えてジュリエッタ、え、結構前からある、マジ知らんかったな、それは。クリニークのバレニーナポップっていうチーク絶対、クリニークのチーク可愛いよね、もう欲しいと思ってんだよね。うん、恨めしやでした。もう長い髪が懐かしいですかって、長い髪ね、確かにね、もう冬になるとね、ロングにしちゃいたくなっちゃうんだよね。今年はもうしないけど、そうそうそう。よもやよもやじゃなかった。あ、なるもシューティングスターもありがとうね。そうそうそう。久しぶりって久しぶり。新作のスタバ飲んだ、なんか黒いやつ飲んでない、まだ。パンプキンだよね。パンプキン、プリン味で、プリン味なのあれ。マジ、うん、え、レイ、ねえ待って、ねえレイもありがとね、赤ずきんちゃんタワーをさ、ちょっと待って、あれスクショするね、パシャリ、ねえ、ねえ本当にありがとね、みんなありがとうございます、てかレイもありがとう、本当に赤ずきんちゃんタワーをありがとくんだ、嬉しい、くんだ、ありがとうね、本当に。ちょっとインスタのストーリーでお礼するから見てね、レイ。頼んだ。頼んだ、くんだ。あーちゃん結婚して、無理です。でも、シューティングターもありがとうね。スーちゃんの方が短い。え、どうだろう、今、モモコの方が短いかもね。スーちゃん、内巻きにして、内巻きにして、こんくらいだった気がする。初見です、MV の。重すぎるっつーのーの部分で惚れました。え、嬉しい、重すぎるっつーのー。え、こないだお話し会北海道行っててできなかった。北海道行ってたの、なんでなんで、旅行とか。いより、タワータイってありがとう、タワータイ。北海道もごも行きたいんだよな。あ、なんで結婚してて、無理っちゅーのー、ごめんなさい、無理です、すいません。僕は君本当に好きだから、ショールームに入ったらカラオケ配信で、ね、歌うね。てかもう本当に初めて知ったのね、高猫がショールームのカラオケに入ってるってこと。今知ったんですよ。だからちょっと本当歌うね。うん。え、遠征先での面白いエピソード。遠征先での、最近福岡行ったじゃん。で、これさ、モバメにも書いたんだけど、なんかさ、今回飛行機で福岡に向かったんだけど、飛行機でさ、あ、北海道行ったことない、まだ、もんこ。飛行機でさ、向かったんだけども、さ、福岡に。その時に、飛行機の席が、ももな、ももこ、ひめりで並んでたの。こうやって。
並んでて3人でなんか今から飛行機乗るねみたいな言って並んでたら、なんかその席、モンゴたちが乗った席がなんか映画見れる席だったのね、飛行機で。でイエーイと思って、映画見れんじゃんって言ってめっちゃ盛り上がった。なんかいろいろあって、インディ・ジョーンズとか、なんか他にもなんか新しいディズニーの作品とかめっちゃいっぱいあって、すげーと思って、これはもう見るしかないなと思って。そしたらなんか実写版のアリエルがあったので、実写版のアリエルちょうど見たかったのね。で見てなかったんだけど、で見たいと思って、え、実写版のアリエルあるよみたいに言ったら、モーナと姫にもなんか見たかったらしくって、いいやんみたいな言って、なんか3人でなんかもうこうやって頑張って一緒の秒数にして、もうポチって同時に押したらさ、同時再生できるやん。だから同時再生できるから、あの一緒に見ようと思って、こうやって、え、じゃあ見ようねって言って、3人でなんか一緒に同時再生して見ようねって、素敵な飛行機ライフを送ろうね。まあ、このことは言ってないですけど素敵な飛行機ライフを送ろうねとは言ってないですけど、ね、もう盛り上がったの3人で。で、いざこう飛行機出発して、よし、じゃあ始めるかと思って同時再生するんじゃん。でも最初ら辺はもうしっかり3人とも見てたの。もう結構なんかこうちゃんと見てて、で、あ、いいねみたいな言ってたんだけどUnder the sea素晴らしいが終わった後らへんから、なんか隣を見たら、まずモモナがカッで爆睡しててえ、モモナ寝とるやんと思って、でこっち側の隣見たら、姫にもう目閉じて寝ちゃってんの、だから寝とると思って、でモコも眠たかったからもう寝ちゃったのねなんか二人とも寝とるし、いっかと思って、ね、眠いしと思って寝ちゃって、で起きたらもうアリエル声失っちゃっててめっちゃ大事なシーン見逃してんの、もう子たち。もうね、もう声失っちゃってたね。あ、しずき、もう子ちゃん、こまみーって、やっほー、しずきそうなの。って言って、まあ、そう、もう声失っちゃってて、起きたらね、姫にはね、なんか見始めてたよ。なんか、そう、見てたよ。で、モーコもそこからまた見始めて、モモが最後の最後まで見てなかったね。いや、ほんと最後の最後は見てたかも。ちょっとだけほんと最後らへん見てたけど、そうそうそう。寝て起きたらもう終わってたよ。寝て起きたらなんかもう結構後半だったもんね。そう。でもなんか、ヒメリはなんかあれからその最後の展開が気になったらしくて、ディズニープラスで私見たいんだけどって見ようとしてたよ。っていうことがありましたね。だからちゃんと見れてないの。でもすごいね。で、飛行機で映画見るとマジなんかアトラクションみたいな感じになってて、ディズニーの。おもろかった。なんかさ、アリエルのなんか映画ってマジでなんかもう海の中をうわーみたいな行く感じの映画だったんだけど、ちょうどなんか飛行機が揺れるタイミングでこう合ってて、アトラクションみたいな感じだった。そう、寝てましたね。福岡まで来てプロポーズするんですか、それでも断るんですかおっぱー、ありがとね、福岡来てくれて。でも無理だよそう、リトルマーメイド実写、字幕も吹き替えも見に、あ、そうなの、 4DX で見たらやばかったって。ガチ 4DX とか、もうさ、まだ体験したことないんだよね、 4DX。あ、おっぱ結婚してて、無理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 すいませんね、あ、レビアちゃん、ありがとう、タコさん、合ってる読み方、ちょっと違ったら言ってくれ。あ、レイも結婚してて、無理です、ごめんなさい、すいません、お断りしておりまして、ごめんなさい、ちょっとガラガラガラ閉店とさせていただきます、受け付けておりません、ごめんなさいそうそうそうあ、飛行機乗ったことないから気になるって、もうこもうさ、飛行機ブンブン乗り回してるんだけど、なんかそんなこと言ったらなんかすごい大物みたいになっちゃうけどさ、ブンブンもう乗り回しちゃってんだけど、飛行機は、でも何回こう飛行機乗っても、その一番最初のさ、こう離陸する時の瞬間ってちょっと緊張するよね。そう、なんかだんだんこう速くなっていて、シューンっていう瞬間ってちょっと緊張するよね。
あいやりまいやりシューティングスタート。でもさ、飛行機ってなんでかわかんないけど、めちゃくちゃ眠くなるの。なんなんだろうね、飛行機って。ガチ眠くなっちゃうんだよね。Could you just pass it for your high? 私もブンブン乗り回したことある。マジブンブン乗り回してる。もこも最近はブンブン結構乗り回し系だけど、乗り回し系って何？もろ乗り回し系だけど、そう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 。箱猫コマコンマンは、そうなんだよね。日舞見てるでしょ、絶対。でもなんか、ちゃんとこう、ちゃんとは見てないんだけど、そう、切り取りとかでね、めっちゃ出てくんだよね。工場超スパイシーフォーヨーハーイ。皆さん、推しメンとかいます？見てます？日舞女子。うん、今すぐ空までハイヤー。星より空まで歌いや。なな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 な。リーパイリーパイ、私を見つけたこと、決して神なピナハイヤ、後悔させないわ。ターボ結婚してて、ごめんなさい、無理です、お断りしております。すみませんけれども、受け付けておりませんので、ちょっと右に回りしてお帰りいただいてお願いします。ありがとうございました。そう、今日もこの配信見れると思って一日頑張って、偉いね、みんな本当偉いですよ。待って、みんなじゃあ教えて、おすすめちゃんを、おすすめおしめんちゃん、北里里央ちゃん、あれだよね、アンジュルムの笠原モマさん、待って絶対イントネーション違う、イントネーションのイントネーションも違ったしね、笠原モマさんも出演されてるということでね。田中琴ちゃん注目して、あ、それ、その子、聞いたことあるな。水上りみかちゃん。すごい、名前めっちゃ言いやすいね、水上りみか。何回も言いたく なっちゃう名前してる。すごい。うさぎのマスクをつけたまま結婚することができます。どういうこと？うさぎのマスクを？アイドル誰も感銘を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、金輪際現れない。桜井美優ちゃんがあれだよね、ゴージャスースパイシーフォーヨーハーよ、歌ってた子でしょ確か。The spicyトゥントゥントゥスパイシー、チャンチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャン、アンチャンスパイシー。これなんて読むの、エビハラ、これなんて読むんだろう。つくしちゃんとココロちゃん、山本すずちゃんもかわ、あ、それもあれだよね、コージョースパイシーもよはーいの人だよね。あのボブの、つづみって読むんだ。ええー、すごい珍しい名前だ。かわいいね。かわいい名前だ。かわいい、超スパイスイホヨホ。ああ、つづちゃんってあいみょん歌った歌うま。あ、わかったわかった。わかりましたよ。あれ、それ違うっけ？ときめきましょうの方じゃないっけ、あれ、それ違う。その方じゃなくて、ときめきましょうじゃなくて、うん。てか今何時？もうちょっと9時じゃね？ 9 時になったら、あれ、あれ、あ、そ、あやねちゃん？あ、違った。違いました。ごめんなさい、違いましたね。あと、もうか、あの方ならわかる。そのうちじゃなくて、今すぐがって踊ってた、清水恵子さん。うん。わかる。あとさ、この、このうちじゃなくての、ツインテールしてた子、お顔めっちゃ可愛いよね。
今何時何分？9時になったらね、ちょっと終わろうかな。その動画見てほしいし。リノンちゃん？リノンちゃんっていうのはあのツインテールしてる子。かわいいよね。なんかめっちゃ、ニュージーンズとかにすごいいそうな顔し、顔、お顔されてない？9時になったらちょっと。てか9時の動画はみんな何だと思いますか？じゃあ誰だと思うか、誰だと思うかクイズしようぜ。もうこれ日曜日誕生日だから言われてる。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Lia, happy birthday to you. おめでとう。日曜日だから、ちょっと早め。ちょっと早めのハッピーバースデーだけど。お、みんな、めちゃくちゃ、めちゃくちゃモモな。あ、もうすごいみんなモモなんだね。ほうほうほう。なるほどね。ありがとうって。いいよ。モモナン予想多い中で、あえての、あえての、ミクルンで。あ、なるほどね。21歳だから21時に上がるのが。はあ、そういう予想もあるのね。ほう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 。すげえ。そういう予想もある。え、もうこのお母様も15日、え、そうなの？すげえ。あの、ママの誕生日。昨日さ、家族 LINE でさ、ママがさ、なんか URL、リンク送ってきて URL 見よう。何かと思ったら、スニーカーの URL 送ってきて、優秀な娘たちへ、ママの誕生日プレゼントをくれるなら、このスニーカーがいいですって言って、2万円のスニーカーを要求しやがって。うちの母親。やったっかと思ったけど、買ってあげました。そう、優秀な娘なんで。お姉ちゃんたちとね、分け合って、そう、買いましたよ。そうそうそう。最初さ、ちょっとその URL 送ってきた時に、はぁ？っていうさ、猫の動画を送ったママに、はぁ？何を言っていると思って、はぁ？っていう猫の動画送ったけど、買ってあげまして、優秀な娘なのでね。そう、だから15日、うちのママ誕生日だからみんな祝ってあげて。多分、今、ショールーム見てるかわかんないけど、ショールーム見てる？ママ。多分見てると思うから、みんなおめでとうって言ってあげて。喜ぶと思うから。え、なにこれなるの？な、怒ってんだけど。あ、あ、待って、怒ってんじゃん。こう、狼だ。ガオー。ガオガオガオ。ありがとうね、なる、狼ちゃん。モコちゃん今何が欲しい？モコちゃん今何欲しいかな？で、モコちゃん今なんか欲しいものあるかな？みんなからの愛とか言っとこうと。今なんか物、欲しいものあるかな？うん、でも特にないかな、今。うん。初見です。アマちゃん、やっほー。あ、ママ、ママおめでとうで、ありがとうね、いっぱいな、うちのママ祝ってくれて。あ、レイモン結婚して、無理です！すいません、ごめんなさい、お断りです。そうそうそう。え、なんでも買ったので、マジ？何かな？じゃあマンションとかお願いしていい？いや。ちょっとじゃあなんか、軽井沢とかの方に別荘お願いしていい？ありがとう。頼んだ。ありがとうございます。愛なんて、いくらでも届けたるで。って。マジ？ありがとう。待ってるね。そう。初見ですって。ありがとうね、リー。ありがとう。いいで、こうだるって、マジ？ありがとう。じゃあマンションで、ちょっと露天風呂付きとかのマンションがいいかな。その別荘に、私も住んでいいですかって。ごめんなさい。お帰りください、自分の家に。そう、ちょっとごめんなさいね。一緒に住んでいいならって。ごめんなさい。帰ってください。自分のお家に帰ってください。そうそうそう。
あ、モフトンシェアハウスにする。モフトンシェアハウスね。確かにな。もこちゃん、こんばんは。可愛すぎる。大好き。嬉しいじゃん。あ、ちゃんこ鍋だ。ちゃんこ鍋。俺がビールをプレゼントしたので。嬉しいじゃん。じゃあちょっとプール付きも、おんでもお願いしていい？には月のいこだって理想高いかな。手料理とかお掃除とか苦手だけどもらってくれる。甘えたり笑ったりなら任せてください。早起きもテキパキも苦手だけどもらってくれる。お酒飲むの慣れたって、あのみんな、あの全然桃子のそういえばお酒事情知らないと思うんですけど、あの結構ちゃんと、あの結構ちゃんととか言いそう結構ちゃんとって言うとあれな、変なんだけど、あの全然ね、もう一人で飲んでますね。最近もお家帰って一人でこうご飯を食べながらお酒飲みながらカンドラカイニューを見るっていうのがちょっと日常化しちゃってきてるから。そう、お気に入りのお酒は最近は、桃子が好きなのは限定で出てるあのほろ酔いのリンゴと洋梨のやつがすごい美味しいからおすすめです。うん、そう、もこちゃんビール飲む、え、もこね、ビールね、飲んだんだけど、あの、なんかね、三口、三口ぐらいめっちゃ、まあ、普通に飲めたの。な、美味しいっていう感じじゃなくて、あ、でも普通に、まあ、飲めるわ、と思ったんだけど、なんか、あの、もう五口目くらいから、こう、何のために飲んでいるっていう気持ちになってきちゃって。三口まではね、すごいね、あ、確かにこれいいかもな、みたいな。確かに疲れた時とかって飲んだら確かにあいいかもなと思ったけど、もう5口目ぐらいから何のために飲んでいるこれはっていう気持ちになっちゃったから、そうで、まだハイボールを飲んだことがなくて、そうハイボールをねちょっと飲んでみたいけど、あ、ダッサイ、結構ダッサイはね、実家に帰った時にちょうどダッサイもらって、こんくらいの細い瓶なんだけどね、こんくらいの瓶はね強い、いやでもね普通ぐらいだと思うよ。そこまで強いわけじゃないし、めっちゃ弱いわけでもない、普通だと思う。ビールのバナナ割りジュースみたいで美味しい。え、何が何が、ビールのバナナ割りジュース、あ、ハイボールが、え、なんかあんままずそうだね今聞いたところによるとビールのバナナジュース割りはちょっとあんままずそうだね。ちょっとパパが強いんだけど、ママがね、激弱なのよ、うちは。あ、そう、シャンディーガフをね、もうね、もうこれ、ね、飲みたいなと。その、この前ビールを飲んだ時は、その5口目ぐらいから何のために飲んでいると思ってコーラで割ったんだよね、ビールを。うん。そう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 。ビールにパクチーを入れてみたら美味しいかも。感想を教えて。いやー、ちょっとお断りさせていただいていい？あ、もこちゃんスタイル良すぎ、もこちゃんスタイル良すぎるし可愛すぎる。嬉しい。ありがとう。そうそうそう。私多分めっちゃ弱い。あちゃーって。可愛いね、あんた。もこも今度から使っていこう。失敗しちゃった時とか、あちゃーってやっちゃおう。そうそうそう。あとカルピス割りでホワイトビール、そんなのあるの？それはちょっと確かにちょっと美味しそうかもね。この前誕生日だったのであと1年で飲めますって。いいね。でもあんまこう飲みすぎないようにね。タバコは吸ったことないですね、もう子は。そうそうそう、可愛くて泣きそうなんだけど。泣きな。泣きな。そう。だからね、そう。最近、お酒の話とか、あ、まつげ長、ね、それな
ねえ、まつげ長いよね、見て。まつげ美容液を塗りに塗りに塗りたくって1ヶ月ぐらい経つんですけど、割と伸びてきたの。これね、あれ、なんだっけ、部分つけまんはしてない。してない、ありのままのまつげ、ありのままのまつげなんだけど、あ、マスカラしてるけどね。そうな、伸びたんですよ。めっちゃ伸びてね。まつげ美容液何使って、ね、ラッシャーリクト使ってるよ。高いんだけどね。そう、バッチバチって嬉しい。長くなりました。もう一時期本当にもうまつげがもう全くない時があったのね。だけどまつげ美容液脱ぎ始めて復活してきました。もちりりありがとね、タワーをさあ、ちょっと待ってねえ、ありがとね、もちりもちもちもち、すごい、あ、めっちゃすごい、赤ずきんがいっぱいいる、ここに。ありがとね、ほんとに、赤ずきんを。赤ずきんちゃん、インスタのストーリーでお礼するから見てね。あ、みのりもいいね、もう。ありがとう。そう、ラッシュアリクト使ってるくん。そうなのよ。あ、シャー文字もある日、森の中、熊さんに出会った。はさく森の道、シャー文字に出会ったもん。ロボットクマチェーン、ありがとうね。で、あと5分ぐらいだって。じゃあみんなあと5分ぐらいで終わります。あ、もこちゃん涙袋大好きって。でも結構ね、結構クイッて濃く描いちゃってぼかしてるくんだよ。あと少しで終わっちゃう、悲しいって。なんかさ、こんなにさ、もこのことをさ求めてくれてる人がいるってさ、幸せなことよ、本当に、桃子。感謝しなさい、マジで。で、自分に言い聞かせてる。誰が歌うか気になるね、みんな気になってると思うので、あ、てかみんな、桃子、いつも10時に、22時ね、22時に、TikTok を上げてるんですよ、最近。みんなお気づき？だから今日も10時に TikTok 上げるから、反応お願いね。あ、何のライナーで涙袋、桃子はね、アイシャドウを、こう細い筆で取って、こう黒目の下だけにまずピッて濃く拭くの。で、それをぼかすっていう感じで書いてるかも。え、桃子ちゃん一生見ていたいって。ガチ。一生見てくれる？あつちもシューティングスターもありがとうね。ちゃんと見るねって見てね。で、パラパラ踊ってほしいな。それさ、挑戦しようと思ったんだけど、ちょっとね、やるね。挑戦しようと思ってんのよ。でんでけでんでんでけでんでんでんでけでんでけでんでんでんでけでん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 で嬉しいじゃん、また来てくれて。じゃあもうこのショールームも。この前、そう、カレーさんのライブも見に行かせていただいて、そうなのよ。まあ、アンコールの時、もう一番声出してたからね。アンコール！アンコールってもうすごい声で出してたんだから。そう、誰よりもアンコールを望んでたよ。あなっちゃんかわいいってありがとう。ラブ&ベリーの音源とか、え、ラブ&ベリーの音源ってあれ？ 1,2,3 で飛び込め、何これなんだこれ、なんだっけ、ファンツーシーでいい感じじゃないだ。そうそうそう。君は必ず好きになる、いい曲。わかる。あとあれも良かったよね、あの新しいさ、曲。なんか、最近君って可愛いね、みたいな時。ちょっと待って。最近俺って可愛いね、じゃなくて、最近調子いいね、みたいな。最近可愛いね、みたいな。曲もすごい、なんか、振り付けもさ、ちょっとなんていうの、特徴的な振り付けで、可愛かったよね。最近めっちゃ可愛いね、だ。
最近めっちゃ調子いいねとかだったらさちょっと嫌だよね。最近めっちゃ調子いいね。え、でもなんかいいね、曲振りするときとかさ、え、曲振りするときとかさ、それでは聴いてくださいとかじゃなくてさ、それでは聴いてくださいとかじゃなくてさ、みんなさ、最近めっちゃ可愛いねって言って曲始まってほしい。そう、そういうのとかできる。あと1分、あ、じゃあちょっとそろそろ皆さん終わらせていただきたいと思うんだけど、うん、あゆにもシューティングスターもありがとね。え、だからさ、うちらもさ、なんかそういうことしたよね、可愛くてごめんもさ、なんかなんかみんな本当に可愛くてごめんちょーんじゃなななとかさ、やりたいよね。そういうことって可能ですか？可能でーす。ありがとうございます。じゃあやらせていただきます。じゃあちょっとみんな、あの、ちょっとあの、ランキング、ちょっと待って、みんなバイバイ言わないで、まだ。バイバイしてないから、まだ。あ、いいよ、今、シューティングスターもありがとうね。ちょっとあの、ランキングも。13位、みのり、12位、つっち、11位、つかさ、t、10位、しゃーもじ、9位が、ぽちぽち、8位が、ターボ、7位が、たっくん、6位が、かいとう、5位がなる、4位が、そら、3位が、れい、2位が、もちりり、そして1位が、トク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 、パン、あっちゃんでした。ありがとうね。そしてタワーをね、立ててくださった方はインスタのストーリーにてお礼します。なので皆さん見てください。じゃあみんなありがとうね。じゃあバイバイみんなじゃあバイバイ言っていいよ、バイバイ。じゃあ皆さん、ぜひ、もう動画上がってるかわかんないけど、動画上がるのでそちらを見てくださいっていうのと、22時にモンコが今日 TikTok 上げるのでそちらを見てくださいっていうことでした。バイバイ。